はい、今日のロスジェネですけども、まあ世代がね悪かったとか時代が悪かったとか法改正が改悪になってるじゃないかっていうふうに、まあ人のせいにばかりしていくのもまあ正解と言えなくもないんですけども、今日はですね、じゃあ自分はどうだったのか、ちゃんと素直に人の言うことを聞いてきて、それで反発など全くしなかったのかなってことを考えてみようかと思います。まずね、真面目に勉強して、そしていい会社に入る、確かにそういう話は聞いてましたけども、じゃあ実際自分がね考えうる限りの最高の進学を選んで最高の会社に入ったのかっていうと、必ずしもそうじゃないですよね。やっぱりね、テストや勉強を押し付けられるたんびに、まあ自分の人生は勉強だけじゃないよとかね、無限の可能性があるんだっていうふうになんかわけもなく信じちゃってね、で言われたことを素直に聞かなかった時ってあるんじゃないかなと思うんですよ。むしろそういう時の方が多かったような気もするんですよね。言ってみれば型にはめられるんじゃなくて破天荒な人生を選んじゃった自分もいるんじゃないかなと思うんですよ。でいずれ一発逆転するビッグになってやるみたいなね気持ちだけあって、まあ若気の至りといえばそうなんですけども、ただ若さってのはそういうふうに型にはまらない強さも持っているとも言えるんですよね。みんながね行儀よくなっても、これはこれで社会の活力としてはあんまり面白くないですからね。それで例えば部活に私も入っていたんですけども、部活はね野球部とね空手をやってたんですよ。で野球部ではやっぱり監督とかコーチっていうのがいろいろ指示をしたりとかね、それから選手たる私たちにまあいろいろ今で言うディスってくるわけですよ。そんなんじゃ全然ダメだぞとか言ってからね言ってくるわけですよね。なんでそこでそんな判断になるんだとか言ってね叱られるわけですよ、練習の時に。でそれが気に入らなくって、なんかね言ってみればいいんだよ、俺たちは俺たちのやり方でやるんだよとか言って、俺は俺のやり方があるんだよとか言ってね反発しちゃいましたけども、じゃあ俺のやり方って何なんでしょうね。10代の頃の野球の経験って大してないわけじゃないですか。でもコーチや監督ってのはもういろんなところでね脚光を浴びたわけじゃないかもしれないけども、むしろいろんなところで失敗して躊躇してやりきれなかったその後悔があるからこそ、監督やコーチとしてそうやったら俺みたいにダメになるぞっていうことを教えてくれたと思うんですよね。選手たちは何もね意地悪して勝たせないように上達を阻害するように教える人なんていないですからね。自分がまとめるチームの選手がみんな力をつけて信頼関係高まって、で少しでも、まあ、上のね試合にできるように一体感を持って練習していたと思うんですよ。だから厳しいことも言わないといけないし、できないことに対してできてないぞっていう風な冷や水を浴びさせて、まあ、奮起させようというところもあるし、もっともっと勉強しないと他の人はもっともっと勉強してるぞっていう風に葉っぱをかける意味もあって、憎まれ役を買って出てくれるのがまあ監督とかコーチの役割なんでしょうね。まあ、つまりは責められ役を買って出てくれたんですよ。なのにまんまとね気持ちだけで反発して、しかも練習をしないもんだから実力もついてこない。あの時に素直に言われた通りにやったら、言われた通りにすることができたら少しでもいい成績残したのかもしれないですよね。まあスパルタな高校っていうかね中学ってあったと思いますけども、全寮制とかで、やっぱりそこを出た人ってまあダウンタウンじゃないですけどもね、人型の人物になってるわけですよね。もちろんその厳しさに耐えかねて脱落していく人も多かったでしょうけども、私たちはでもどっちが良かったんでしょうね。今もう一回あの頃をできるんだったら、今度こそ一心不乱にやったんではないかなと。そして自分がもしね今10歳とか12、3歳で目の前に立っていたら、やっぱり厳しく育てたかもしれないですよね、自分の身を変えるために。だからいろいろとねありもしないことを考えちゃいましたけども、ここで一つテレビドラマを紹介したいと思います。流星ワゴンです。なかなかね面白いと思いますんで見ていただきたいと思います。流星ワゴン、これはね主人公が40代の男性として出てくるんですけども、まあ、いろんなことがあって、自分の親父が自分と同年代で自分のいる社会に、まあ、タイムスリップみたいな感じで、ね、来ちゃうって話なんですよ。ですんでコンビを組む相手が自分の親父というね、しかも同年代という、まあありえない設定なんですけども、このドタバタがなかなかね、ビーバップハイスクールみたいなノリで面白かったなと思います。感動です。では今日は以上です。